守っていくのか、早速新たな挑戦が始まることにもなります。では小笠原諸島の父島から現在の様子を中継でお伝えします。はい、こちらでは先ほどから、戦後アメリカに占領されていた父島が日本に返還されたことを記念した、父島返還祭が開催されていて、